家政が2014年春から展開しているテレビ CM 現場の職人ヒーロー編。今建築業界は職人不足に悩まされています。業界の活性化と左官技術を後世に継承していくためにも、テレビで左官職人のかっこいいシーンを流すことによって、この業界に若い人たちが少しでも興味を持ってくれたらと精魂込めて作られたコマーシャルのメイキングをご覧ください。昨年秋から企画を進め、撮影に入ったのは2月。関東地方が大雪に見舞われた日からでした。普段見慣れない撮影機材が建築現場に運ばれます。今日の主役は野沢組職長の室谷さんです。いや、普通に壁塗るだけです。いや、少しでも若い人が見てこの商売に来てくれたらいいと思います。ありがとうございます。さあ、本番です。たくさんのスタッフやカメラに囲まれ緊張気味の室谷さん、まずは材料の練り混ぜシーンの撮影です。黙々と作業をする室谷さん、それを撮影カメラが切り取ります。そこには仕事に誇りを持った男の横顔が映し出されていました。今回の CM のためにゼネコン各社や左官会社各社の協力のもと、順調に撮影は進みます。日本の伝統技法左官の技が撮影されていきます。お疲れ様です。あ、なんか熱くなっちゃう。なんか妙な緊張感が。こういうコマーシャルを日本家政が作るってことですか。はい、いや、とてもいいことだと思います。この業界のためにもいろいろとやっていただいて、はい、でも本当に体力があってやる気がある若い子がいたら、ぜひ一緒に仕事がしたいです。はい、次に撮影隊は北海道にまで飛びました。まあ、最初はね、日本家政さん その PR のね、ことをやるのかなと思ったら、そうでもないんだよね。やっぱり技能者をこの日本中にね、育成していかなきゃいけないっていう、その社長の考え方がすごいなと思って、外国から人を呼んでして日本で仕事させるっていう、そういう考え方を持ってるんだけど、それでは日本人は結果的に技能者は誰もいなくなってしまうんじゃないかと。鈴木工業の鈴木会長は今回訓練生2人との共演です。こういう若い人たちを大切に育てているのです。ねえ会長ね、子供たち素手の方がいいよね。ああ、素手の方がいい。うん、じゃあそろそろスタンバイできましたので、はい、お願いいたします。会長、あえて普段の訓練の様子を撮影してほしいという鈴木会長。専務の竹山さんも子供たちのことが気がかりで仕方ありません。カメラは熱心に指導する鈴木会長と、それを必死に自分のものにしようとする若者の必死な目を捉えていました。頑張れ未来の職長さんたち。会長はどうですか、怖いですか。いや、まあ、仕事の時は厳しいですけど、普段は優しいです、まあ、若い人が本当いない世界なんで、若い人いっぱいにしたいなと思って、若い人育てられる職人さんになりたいです。最初きつかったですけど、全然でも覚えていくことはいっぱいあるから、全然覚えてて楽しいですね。誰にでも誇られるような作家になりたいと思ってます。はい、何度も同じ動きをしてやっと監督から OK が出ました。鈴木会長、お疲れ様でした。終わる、疲れるわ。大丈夫です。大丈夫だ。お疲れ様でした。ああ、未来のどうもすいませんでした。すいません、長い間ありがとうございました。いやいや、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。今度の現場は東京都町田市、沼田工業の施工現場です。世間にこの左官屋っていう職業を分かってもらえるように、こういった材料屋さんがこう作るっていうのは初めてですかね。なのでちょっと驚きもあるんですけど、まあ多分いいことだとは思うんですよね。世の中に知れ渡るような感じで、
若いんですけど、すごくやる気があって、うん、すごく頑張って、うちのエースですね。やっぱり僕たちは技術を伝承していかなきゃいけないのに、うん、やっぱり今、残念ながら若い人がすごく現場に少ないので、うん、まあ、これをきっかけにですね、まあ、少しでもこの業界に若い人が入ってくれればいいなと思ってます。今回の CM で一番若い職長が林さんです。真正面から仕事に向き合う姿に沼田社長も満足げですね。形のないところから形にする左官の技、ほんとかっこいいです。あ、いいです。それでこちら見ていただいて、ね、あ、いいや、いいですね。かっこいいですよね。芸能部作ろうかな。これはかっこいいよ。ありがとうございます。林さんの撮影も無事に終了。次の現場は東京都新宿区です。この現場は浪速組の富永さんの撮影です。信頼とかそういう問題じゃなくて、いなきゃ困る人だからね、はい、ただこの人が出てくれるかどうかはちょっと嫌だっていう可能性もあったんで、どうかなとは思ったけどね。早速ポスターの撮影から。さすが富永さん、リラックスしてポーズもなかなか決まってますよ。なかなかかっこいいんじゃないの。ただ大変だね。今度は現場を颯爽と歩くシーン、まるで映画のワンシーンです。ここで急遽共演者が上の現場から降りてきました。富永さんの息子浩二郎さんです。親父の背中を見て左官職人の道に入ったのです。間違いなく出るって、 YouTube で流れるって。職人親子の共演、カメラは2人の息の合った仕事を映し出していました。身内じゃないとなかなか入ってこないからね。でもこういう若い子たちがいないと成り立たない、うん、若い子たちがね、一人でもね、この業界に興味を持ってくれればね。ああ、いや、こういう仕事もあるんだよっていうことをしてほしいですね。左官屋ってあんま知られてないみたいなんで、ちょっと悲しいなと思って、もうちょっと知ってもらいたいなと思います。親父の背中は語っていますよね。最後の撮影は東京都板橋区西谷工業の練習場です。まるでスタジオのようにしていただきました。この業界のためになってすごくいいです。みんなで盛り上がりたいですよね。深津という上級職長の、まあ、トップの職長、その次の世代の、まあ、買い抜きで、この新米の、うちの新入社員が3セットで、ちょいちょいうちの師匠がお辞儀が出れば面白いかな。ちょいちょいね。西谷オールスターズの撮影が始まりました。まずは職長の2人、深津さんと園田さんです。みんな塗るのは好きですから、基本それを楽しめる、ね、場がもっと出てくればいいねんですね。職人を元気にさせることですよ、うんうん、続いては柳田社長自ら塗ります。その技を新人の村田くんが見つめます。コテの音と職人の息吹が聞こえてきそうな写真、鋭い職人の横顔が撮影できました。いや疲れるわ。すいません。疲れるね。お、素晴らしい、ありがとうございます。これいいですね。ああ、いいですね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。コマーシャルに欠かせない音楽、今回作曲と歌を引き受けてくれたのが、あの羞恥心やパボなどを手掛け、自身もアラジンとして完全無欠のロックンローラーをヒットさせた高原圭さんです。そしてこの曲の作詞をしたのは日本化成の長谷川社長なのです。職人の生き様や意気込みをこの応援歌に込めました。レコーディング本番、高原さん自身も今は
電気設備会社の社長を務めていて、現場の職人不足を深刻に受け止めている一人なのです。これまで日本を作ってきたのは現場の職人さんたちです。そしてこれからも職人さんたちに日本を作ってほしいという願いを込めて、この曲、このコマーシャルは作られたのです。この度ご協力いただいた皆さん、そして全国の左官職人の皆さん、これからも一緒にこの日本を作っていきましょう。プロってなんだろう、いい仕事ってなんだろう。プロの思いに土木建築材料で応えるハイフレックスの日本化成。